女性は電話をかけるべきかどうか迷っていました。愛犬が散歩中に何かを見つけたようなのです。女性はその何かに心当たりがありました。もし私の勘が当たっていたら、そう考えると電話をかけないわけにはいきません。そしてついに電話をかけました。手元に置いたチラシを見ながら、近くに住むアランさんへと。3日前、ロンドンのレッドブリッジ区で暮らすアランさんは、愛犬のミッチーと共に日課の散歩に出かけていました。ジャック・ラッセル・テリアのミッチーは近くにある森を散歩するのが大好き。森の中は静かで空気が澄んでいて、11月の寒さも気になりません。この日もアランさんと一緒に森の中で楽しいひとときを過ごしていたのです。ところがその散歩中、いつもと違うことが起きました。アランさんとミッチーの前に突然大きな犬が現れ、ミッチーを追いかけ始めたのです。予想もしなかった事態にミッチーは驚き、駆け出してしまいました。そしてそのままどこへ行ったかわからなくなってしまったのです。アランさんは必死にミッチーを探しました。大切なパートナーのミッチー、突然いなくなってしまうなんて思いもよらず、アランさんの動揺は収まりません。ミッチーと暮らし始めて1年になりますが、今までこんなことは一度もありませんでした。辺りが暗くなるまで探しても見つからず、アランさんは一旦帰宅して家族と共にまた戻ってきました。今度はミッチーの好きなご飯やおもちゃを持って探し続けましたが、どうしてもミッチーの姿は見つかりません。仕方なく帰宅したものの、家に戻ってからもアランさんは心配で一睡もできませんでした。この寒さの中、ミッチーはどうしているだろうか。そう考えると少しも眠ることができないのです。11月のロンドンの森で一人ぼっちで夜を過ごすなんて、どんなに寒くて不安なことでしょう。そして翌日、今度は心配したアランさんの友人たちもミッチーを探すのを手伝ってくれましたが、やはり手がかりは見つかりませんでした。早く見つけなければ。厳しい寒さにアランさんの気持ちは焦るばかりです。藁にもすがるような思いでミッチーを探しているという内容のチラシを森の近くの家に配って回ります。何か知っていることがあれば連絡してほしいと書かれたチラシを。結局何もわからないまま2度目の夜がやってきました。前日に続き、またアランさんは眠れぬまま夜を過ごします。体は疲れていましたが、うとうと仕掛けてもすぐにミッチーのことが頭をよぎり、眠れなくなってしまうのです。このままもうミッチーに会うことはできないのでは。最悪の考えも頭に浮かびます。悪いことを考えてはそれを自分で打ち消す。一晩中そうしているうちに時間は過ぎていきました。事態が変わったのは3日目のお昼前です。そう、森の近くに住むチラシを見た女性からアランさんのもとに電話があったのです。私の愛犬がキツネの巣穴だったところの匂いを嗅ぎ回っているんです。もしかしたらアランさんの探しているミッチーが中にいるのかもしれませんと。アランさんは友人たちと共に急いでそこへ向かいました。ミッチーの好きな音の出るおもちゃを持って懸命に穴へと声をかけます。すると確かに中から声が聞こえたのです。怯えと疲労から小さな小さな声でしたが、それは間違いなくミッチーの声でした。きっと犬から逃げているうちにキツネの巣穴だった穴に落ちて出られなくなってしまったのでしょう。アランさんはシャベルを使い必死に穴を掘っていきます。ただただミッチーに会いたい一心で、服や体が汚れることなど気にもならず、
地面に這いつくばって一生懸命ミッチーの救出を進めます。そしてついに3日ぶりにミッチーが姿を現しました。その時のアランさんの喜びようは大変なもので、周囲のみんなを感動させました。アランさんも友人もミッチーに近づいてきた黒い犬を思わず遠ざけてしまいましたが、犬に追われて行方不明になっていたミッチーを思うがゆえのことでしょう。アランさんはもう二度とミッチーと離れたくなかったのです。黒い犬も離れたところからアランさんとミッチーの再会を一緒に見守ります。もしかしたらもう生きていないのかもしれない、そんな風に考えてずっと眠れなかったアランさん。ミッチーを再び抱きしめることのできた嬉しさで涙が溢れました。幸い動物病院でも怪我や病気は見つからず、ミッチーはまたアランさんや家族のもとに戻ることができました。大変な時間を過ごしましたが、アランさんもミッチーもお互いが自分にとってどれだけ大切な存在なのか実感する3日間となりました。アランさんは GPS 付きの首輪を検討していると言いますし、もう彼らは離れることはないでしょう。一緒にいられる喜びをかみしめながら大切に毎日を過ごしています。大好きなパートナーと一緒に毎日散歩に出かけることがどれだけ幸せなことなのか、アランさんとミッチーは誰よりもよく知っているのです。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。